プロダクション高橋かりんでーす。やっほー。はい、ということで、プラスということでですね、声優図鑑さんに出していただいたのは多分5年前とかだったと思うので、まだね、なんかフレッシュな私を見てください、今日もそんな格好ですとか言っていたと思うんですけれども、なんかちょっと大人っぽくなったと思いません？もう私もそんな年齢でございますよ。こんなこと言っていいのかな、わかんないけど、今日もなので楽しく、アーティスティックに撮影していただいたので、皆さん写真もぜひ楽しみにしていてください。インタビューでもたくさんお話しさせていただきました。ありがとうございます。